それぞれの思いを乗せた優駿たちがここに集結しました。用意された舞台を駆け抜け、頂点に立つのはどの馬か。いよいよ発走です。スタートしました。好スタートを決めたのはデリオスルル。綺麗なスタートを切りました。デリオスルル、この辺りも前へ行きます。先手を取ったのはデリオスルル。ミカエルパシャ上がっていきました。これに続いてシュトラウス、すぐ後ろにバーベント、その外からボレラニーニ、オレンジの帽子、シャンパンマーク、その後ろ少し離れてシュバルツクーゲル、続いていますサークルオブジョイ、それに続きます。その隣にガイアメンテ、しんがりから湘南ラグンタ、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。もう一度先頭から4番ミカエルパシャ、レースを引っ張ります。ここまでほぼ平均ペースで進んでいます。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。デリオスルル、すぐ後ろ OK 機を通過していきます。先頭は依然としてミカエルパシャ、デリオスルル、ほとんど差がありません。間を挟んでシャンパンマーク、3番手、4コーナーをカーブして、さあこれからです。ミカエルパシャ先頭、シュトラウスようやく上がってきた、外からパーベント、ミカエルパシャ先頭、さあシュトラウス一気に来た、あと 200m、 ここで先頭変わってシュトラウス、2番手はミカエルパシャ、シュトラウス先頭だ、シュトラウス1着、2着にはどうやらミカエルパシャ、3着にシャンパンマーク、勝ったのはシュトラウス、このレースを制したのはシュトラウス。スタートしました。各馬揃ったスタートです。さあ果たして何が行くでしょうか。ミカエルパシャ前に行きそうです。ミカエルパシャ先手を取りました。その外にシュトラウス、その外からボレラニーニ、パーベント、そのうちに続いています。その外にデリオスルル、内からはチュバルツクーゲル、その外にシャンパンマーク、ガイアメンテ、それに続いています。その隣にサークルオブジョイ、すぐ隣に湘南ラグンタ、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。さて先頭に戻りましょう。4番ミカエルパシャ依然として先頭、2馬身から3馬身のリード、これに続いてシュトラウス、これはややスローペースです。後方勢には厳しいところ、ボレラニーニ、その前に進出、その後ろからはシャンパンマーク、各馬大欅を通過、先頭は依然としてミカエルパシャ、2番手はボレラニーニ、シャンパンマーク、3番手、この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ボレラニーニ先頭、外からシュトラウス先頭、ボレラニーニ先頭、外から勢いよくシュトラウス先頭、200を切った、ボレラニーニ追い上げてきた、ボレラニーニ抜けた、後方から一気にシャンパンマーク、ボレラニーニゴールイン、2着にはどうやらシャンパンマーク、3着にシュトラウス、ボレラニーニ見事このレースを制しました。スタートしました。デリオスルル、これはいいスタートを切りました。パーベント、この馬も好スタートを切りました。3番パーベント行きました。先手を取ったのはパーベント、並んで4番ミカエルパシャ、少し離れてシュトラウス、続いています。その外からデリオスルル、ボレラニーニ、すぐ後ろこれに続くのがシュバルツクーゲル、その外にシャンパンマーク、その後ろからはガイアメンテ、すぐ後ろに湘南ラグンタ、最後方にサークルオブジョイ、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。もう一度先頭に戻りましょう。4番ミカエルパシャ、レースを引っ張ります。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。各馬大欅を通過、前はミカエルパシャ、パーベント、ほとんど差がありません。間を挟んでデリオスルル、3番手、この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ミカエルパシャ先頭、内立ち沿いにパーベント先頭、ここで先頭変わりました。先頭はパーベント、さあミカエルパシャ一気に来た、200を切った、パーベント意地を見せる、一気にシャンパンマーク、シャンパンマーク差し切った、先頭はシャンパンマーク、1着でゴールイン、2着はパーベント、3着にガイアメンテ、勝ったのはシャンパンマーク、このレースを制したのはシャンパンマーク。スタートしました。各馬揃った綺麗なスタート。まずは先行争い、何が花に立つでしょうか。ミカエルパシャ前に行きそうです。ミカエルパシャ先手を取りました。シュトラウス、それに続きます。その外からボレラニーニ、並んで10番デリオスルル、これに続いてパーベント、オレンジの帽子、シャンパンマーク、その後ろ内からはシュバルツクーゲル、さらにはサークルオブジョイ、その隣にガイアメンテ、最後方に湘南ラグンタ、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。前の方からもう一度10番デリオスルル、一気に先頭に立ちました。リードは1馬身から2馬身。
ここまでほぼ平均ペースです。先頭から最後方までおよそ10馬身よどみのない展開になりました。大ケーキを通過していきます。さあ先頭は依然として10番テリオスルル、ミカエルパシャ、ほとんど差がありません。バーベント3番手、後続集団も追い上げにかかります。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。ホルラニーニ先頭、内からファーベント、先頭シュトラウス、追いすがるファーベント、先頭前に迫るシュトラウス、あと 200m、 先頭は依然としてファーベント、2番手はシュトラウス、ファーベント粘る、ファーベント、ファーベント、1着2着はシュトラウス、3着にミカエルパシャ、ファーベント、見事このレースを制しました。スタートしました。好スタートを決めたのはパーベント、綺麗なスタートを切りました。3番パーベント行きました。パーベント先手を取りました。その後ろからはミカエルパシャ、シュトラウス、それに続きます。その外からテリオスルル、これに続くのがボレラニーニ、シャンパンマーク、すぐ後ろ内からはチュバルツクーゲル、これに続いてサークルオブジョイ、並んで6番ガイアメンテ、最後方に湘南ラクンタ、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。もう一度先頭から4番ミカエルパシャ、一気に先頭に立ちました。リードは1馬身から2馬身、ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ10馬身よどみのない展開になりました。この辺りで各馬大ケヤキの向こう側を通過。さあ先頭は依然として4番ミカエルパシャ、2番手はボレラニーニ、間を挟んでパーベント、3番手。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。ミカエルパシャ先頭、しかし後続はすぐ後ろ、しのぎ切れるか。最後の追い比べ、先頭はシュトラウス、1馬身から2馬身引き離す。残り 200m を通過して、先頭は依然としてシュトラウス、2番手はガイアメンテ、シュトラウス先頭だ、シュトラウス1着、2着はガイアメンテ、3着にシャンパンマーク、シュトラウス、見事このレースを制しました。スタートしました。テリオスルー、これはいいスタートを切りました。ミカエルパシャ、この馬も好スタートを切りました。ダッシュをつけてミカエルパシャ行きました。ミカエルパシャ先手を取りました。シュトラウス、それに続きます。その外にボレラニーニ、その隣にテリオスルル、これに続いてチュバルツクーゲル、並んで3番パーベント、オレンジの帽子シャンパンマーク、その後ろこれに続くのがガイアメンテ、サークルオブジョイ、そのうちに続いています。しんがりから湘南ラクンタ、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。前の方からもう一度10番テリオスルル、レースを引っ張ります。これは少々スローペースです。展開への影響はどうでしょうか。さらにはミカエルパシャ、各馬大ケヤキを通過。前はテリオスルル、ミカエルパシャ、ほとんど差がありません。シュトラウス3番手、後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はテリオスルル、第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。テリオスルル先頭、しかし後続との差が縮まってきました。このまま踏ん張りきれるでしょうか。内から接近ホルラニーニ、残り 200m を通過して、ホルラニーニ追い上げてきた。ホルラニーニさらに突き放します。2番手はファーベント、ホルラニーニ1着、2着にはどうやらシャンパンマーク、ホルラニーニ、見事このレースを制しました。スタートしました。ポンと飛び出したのはテリオスルル、パーベント、この馬も好スタートを切りました。3番パーベント行きました。先手を取ったのはパーベント、並んで4番ミカエルパシャ、これに続くのがシュバルツクーゲル、その外にボレラニーニ、湘南ラクンタ、そのうちに続いています。テリオスルル、その前に進出、少し離れてシュトラウス、続いています。オレンジの帽子シャンパンマーク、その後ろ少し開いてサークルオブジョイ、最後方にガイアメンテ、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。10番テリオスルル、レースを引っ張ります。先頭から最後方までおよそ10馬身よどみのない展開になりました。すぐ後ろにミカエルパシャ、大ケーキを通過していきます。先頭は依然としてテリオスルル、ミカエルパシャ、ほとんど差がありません。パーベント3番手、後続も追い上げていきます。さあ先頭はテリオスルル、4コーナーをカーブして、さあこれからです。テリオスルル先頭、内からはミカエルパシャ、先頭変わってミカエルパシャ、テリオスルルようやく上がってきた。残り 200m を通過して、先頭はミカエルパシャ、残り 100m、 後方から一気にガイアメンテ、ミカエルパシャ先頭だ、ミカエルパシャ1着、2着は微妙です。勝ったのはミカエルパシャ、このレースを制したのはミカエルパシャ。
ートしました。テリオスルル、これは好スタート、綺麗なスタートを切りました。10番テリオスルル行きました。先手を取ったのはテリオスルル、ミカエルパシャ、そのうちに続いています。これに続いてシュトラウス、内からはパーベント、その外からボレラニーニ、これに続くのがシュバルツクーゲル、オレンジの帽子、シャンパンマーク、その後ろガイアメンテ、それに続きます。その隣にサークルオブジョイ、ここに湘南ラグンタ、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。もう一度先頭に戻りましょう。10番テリオスルル、依然として先頭、ここにつけたのがミカエルパシャ、これは少々スローペース、後方勢には影響するか。間が空いてボレラニーニ、並んで7番シュトラウス、オーケー機を通過していきます。この辺りで先頭が変わりました。ミカエルパシャ、テリオスルル、ほとんど差がありません。間を挟んでボレラニーニ、3番手、さあ直線に入りました。これからの勝負、ここで先頭に立ったテリオスルル、しかし後続との差が縮まってきました。このまま踏ん張り切れるでしょうか。楽な手応えでシュバルツクーゲル先頭に並びかける。200を切った、湘南ラプンタ抜けた、湘南ラプンタ先頭、3頭ほぼ同時の入線です。これは大混戦、大激戦になりました。わずかに湘南ラプンタ体勢有利。